はいどうも、翔平 TV です。本日は前回の続きですけど、翔平 TV 練習会の対戦の続きをお送りいたします。ピッチャーパパニキですけど、えぐいツーシームと制球力のあるスライダー、そして素晴らしいキレのあるストレートがあります。そしてバッターは良平と同じチームの19歳北野くんです。まずストレート、ビタビタですね。はい、ビタビタのストレートでストライク。はい、カウント1-1ということで追い込みました。はい、こちら、これは何でしょうかね。多分ツーシームですね。ツーシームで空振り三振となります。いいプレーです。ピョーンと投げてグッと落ちますね。はい、北野くんも空振りと、そして良平と同じチームの松井くんです。19歳から結構ねセンスを感じました。こちらツーシームですね。こちらツーシームですけどファールボール。さあ追い込まれまして、はい、これちょっと高めのツーシーム、これをかけましてピッチャーゴロでアウトとなりました。そしてバッターは北野くん。はい、こちらツーシームでまたストライクと。テンポがいいですね本当に。まあ、ピッチャーとしてやっぱりテンポはすごい大事なんで、ポン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 投げれるといいと思います。はい、ツーシーム空振りとなりまして三振。はい、松井くんです。はい、こちらまっすぐですかね。もう危なかったですね。そして追い込みまして、こちらこれはツーシームですかね。ちょっと抜いたツーシーム、これを松井くん空振りしましたね。そして北野くんです。でこちらまっすぐ空振りと、そしてお次のツーシームでまたもや三振となりました。ナイスピッチすぎるよっていう話ですよね。はい、まっすぐでストライクと。さあ追い込みましてラスト打席、こちら打った、これはどうだ、これはファールとなります。そしてラストの球、はい、こちらこれは手前ですげえ落ちましたね。はい、これはえぐいツーシームで三振となりました。そして最後良平と翔平の打席です。さあパパニキから打てるか。はい、こちらツーシームで空振りですね。真ん中からインコースの低めに落ちていくツーシーム。さあお次もう一丁かな。こちらも結構早めのねツーシームで、もうフォークのような感じですよね。三振となりました。そして翔平 TV の打席です。さあこのね上着はねオークリーのね上着なんですけど、かっこいいんですよね。はい、まずこちらツーシーム低めボール。さあお次、こちらはゆるい感じですね。入りました。さあ追い込まれて、はい、こちら膝元に落ちてくるツーシーム、ちょーんと当てたんですけどね。サードのクリッチがねナイスキャッチをしました。アウト。そして良平になりまして、はい、良平これは打つべき球だった気がしますよ。さあ良平打てるか、追い込まれた。はい、良平打った、打った、これはショートボールかな。はい、ショートボールですね。なかなかマジで打てません本当に。そして翔平 TV の打席、はい、こちらこれはすげえ狙ってたんですけどね、ツーシームでした。はい、追い込まれまして、さあ打てるか翔平 TV。 打った、打ちました、ツーシーム。しかしこれはショートゴロでアウトとなってしまいました。残念。
さあそしてラスト打席ですね、良平の番ですね。はい、こちらストレートで、はい、ストライクとなりまして、いや本当キレがいいですね。そして追い込まれまして、良平打てるのか、もうこれツーシーム宣言されてますね。さあ良平打てるか、ツーシーム打った、セカンドゴロ、センター前、これはセカンドゴロでアウトとなりました。良平腰痛そうだけど大丈夫ですかね。はい、そしてラスト打席です、翔平 TV。 さあラストはね打ちたいですね。はい、こちら、これやばいって、これマジでこれやばいって、皆さんちょっとこれ見てください、これやばい。ツーシームがこうお腹にね迫ってきて、ギリギリ避けました、これ本当に危なかった。さあ気を取り直して、はい、こちらまっすぐ低めでボール。さあこれでワンスリーですよ。はい、こちら、こちらボールでノーカン、ワンワンから、はい、これストレートでストライク、ツーストライク、ワンボールとなります。さあこれでラストボール、これですね、高めに浮いたツーシーム、これ空振っちゃって三振となってしまいました。はい、というわけで2本立てのご視聴ありがとうございました。どうでしたかね、つくるくんもパパニキも本当ナイスピッチングでした。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野手用をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Too hard to